ぐずぐずすんなよ。 獣か！ 待て！ 姫御瀬は今お祈り中だ。 鈴を鳴らして邪魔をするわけにはいかんぞ。 お示しませ、 卑弥呼様。 この国の先を見せてください。 どうやら先見の巫女は 奥にこもっているようですな。 姫御瀬の邪魔をさせるものか！ 卑弥呼様はリンリンとおっしゃられています。 あれ？ 姫御瀬が鈴の音に気を取られてしまう。 祈祷の邪魔じゃ。 せめてもう少し丁寧に動いてくれ。 体が痛えか？ 少しは我慢しろっての。 どうした？ お主たちにも期するものがあるのであろう。 くっそ！ 桑の扱いだったら絶対負けないのに。 気を抜くな。 雑な流れは名を滅ぼす。 はい！ おごるがいい。 その隙を我らは見逃さぬ。 伊予河野改め邪馬台国ってならなきゃいいんだけど。 引いてください。逃げる方を追いはしません。お前な、言われる方は屈辱だぜ。卑弥呼様のお告げで前になくしたかんざしが出てきました。 どうぞ心静かに休まれます。 サビスケ殿は恐ろしき方。 しかし悪人かと問われると。 理解はしている。戦とはこういうものだと。 なるほど卑弥呼様。 各地で戦乱の芽を摘めばいいのですね。 少々騒がしくなるかもしれぬが、 心を乱すな。 配下を守るが将の務めよ。 いざ！ に生きるは我らのみではないということか。 咲かせろよ死に花を。 俺を彩る死に様を。 妙にやる気でして仕方がないので勝負です。卑弥呼様、私この国の女王になるのですか？違います。僕はサビスケじゃない。どうか気をお静めください。お願いです。 前髪ってどうかでしょう。やっぱり真上ですか？まもなくです。ご神託がもうそこに。火は来た。さらなる速さで追い詰めた。承知つかまつった。卑弥呼様、孫一姉様みたいに私を大きくしてください。 なことなら、俺が身代わりに。あなたの中絶が眩しくて息が苦しい。姫御瀬に近寄ろうなんて神罰大盛りでも足りねえ。奴も疲れ衰えるはずだ。その兆しを見逃すな。人とはこれほどまでも強くなれるものか。主よ、最後までお仕えしとうございました。
く思い知りまして我らも続きますゆえお進みくだされ。乗り込んでくるだけはあるか、認めよう。我らの未来は我らが選ぶ。あまたの戦場を切り開く。それが彩花の生き様だ。彩花様、我らも援護を。いいだろう、今が機だ。何度鳴らしても姫御前の心は揺れないぞ。いつか僕らの護衛も引き受けてはいただけませんか。金子ではなく茶器ならば。お前は我らと共に生きるものではない。そういうことです。僕は言ってない。僕はお前だ。紛れもなくな。まだ四代目よ、我らはお前と共に。所詮は己が主君だよ。天に無名が聞いて呆れるわ。天に投げ打つ。いざ戦場に立つと力がみなぎってくるものよ。鈴の音が鳴らった。ご飯の時間ですね。なんじゃが、姫子とやらは。うさんくさいのう。姫御前が幸せであればそれでいいのですが。戦流れが良くねえからこそ槍の振るいがいがあるってもんだ。俺も英雄になってやる。行くか。ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。あなたも卑弥呼様のお声を聞きたいんですか。すべてを見ること、辛く悲しくはありませんか。いえ、何でもありません。わびすぎるぞ。余裕だな。正座しながらでも勝てちまうか。昨夜落ちたあの星、私だったのですね。サビスケ、お前助かります。
どこまでさまようんだろう。俺はいつまでさまよえんだかな。お前は利休。よかった、やっぱり利休なんだな。あなたは家康様、なぜここに？高名な砂人がいると聞いてな、もしやと思ったんだが。お前でよかった利休。お前が秀吉殿に追われたと聞いて心配していたんだ。今ではわしも豊臣とは敵対する身の上なんだがな。はい、話には聞いていますが、その一体何が？まあいろいろとあってな。だがわしは近々豊臣軍と秀吉殿と決着をつけるつもりだ。そうすればお前ももう逃げなくていい。すべて終わったらまたわしに茶を教えてくれないか。家康様。虎に軍神、川中島にて激突しました。巨大な地下道を発見。あれれ、なんてこった。迷子じゃ。オートマザビーランドは夜に閉まる模様。お尋ね者か。我らも同じようなものですな。